らいました。でもめっちゃさっぱりした、すっきりしました。おはよう。仕事始めば、いってらっしゃい。おはようございます。おはようございます。ふう、途中ですね、またね。頑張ってください、お仕事。おはよう。おはようございます。おはよう。ありがとう。おはよう。予防接種してから腕が痛い。わあ。おはようございます。痛くなるんだ。おはよう。おはようございます。今日は一日どんなご予定？今日はあるんですけど、お仕事が夜でもズームなので、掃除して今日 TikTok 撮ってブログ書いてってしたいと思います。いっぱいやる一日に。そう、もう月末だからね。早いようで長いようで早い。早いようで長かった。あ、たこ焼きさん、誕生日おめでとうよ。よいしょ。たこ焼きさんおめでとう。ありがとうございます。
そう。たこ焼きさん、ありがとうございます。ある程度仕事で忙しくないと落ち着かない人ですか？そうですね。オフの使い方が下手なんだと思う。おはようございます。その先生いくらしました？いくらだろう。来週の月曜誕生日なの。もう1週間後私めの誕生日。わーにゃわーにゃびゃーワニャビャーさん、お誕生日おめでとう。よっよいしょ。ワニャビャーさんおめでとう。ありがとうございます。おめでとう。ワニャビャーさんおめでとうございます。アマゾンとかで売ってる売ってます。ありがとうございます。ありがとうございます。今日って皆さんおめでとう。アフェロもう扇子売り切れで製造してない。ほんま？マジ？じゃあもうないじゃん。私もおはよう。なんかちょっとさデザイン変わってさ、なかったっけ。はいよ。ママさんは在庫ゲー新品の指。じゃあこの子が終わったら私の終わりだ。口頭で言わねえ。そのセンサースクール時代のタンプレ、これは違います。ありがとう、見てくださって。この衣装かわいいよね。私緑なんですけど、でもまだ緑だけしか着たことなくてね。いろんな色着てるメンバーもいるけど、一緒の公式グッズ並べてもらう。シャツの次かい、ほんと？メッフィー、ここにもミッフィーなんだ。実は知ってました？見えんでしょ。よいしょ。ゆうゆうさん、タワーありがとうございます。
ありがとうです。ロンミョン、ありがとう。すいませんでした。見えないかですよね。グラニフじゃなかったっけ、これ。ありがとうございます。レオのヘアサングの3つ最高です。ありがとうございます。あの髪の蝶々とセットだと思ってるので、ね、あれは相棒です。ツアーでマイハちゃんの髪飾りバージョンも良かった。そう、あのマイハちゃんの髪飾りも可愛いんですよ。じゃ あれもそう迷ったんですけど、あの衣装で髪飾り決めの時マイハちゃんが別の使うって言ってたからしてもらったんです。この日はそうね、なかなった。
小腸といえばみちみたいなとこあるから嬉しい。本当？おもこいのあれですか？髪飾りのおかげ？髪飾りのイヤリングだ。おもこいイヤリング無料でもらった花火だけど、ありがとうございます。花火嬉しい。綺麗。おはよう。でこっち実家で野菜買って、すごい。おはよう。うさぎでも飼ってる方意外と結構いるよね。おはよう。めっちゃなった。今日は週一の出勤日なんで。わあ、いってらっしゃい。ありがとう、出勤日なのに朝早くから起きてくれて。ひなきのうさちゃんに会ったことあるんだっけ？ないよ。でも癒されてます。見て写真で。かわいい。おはよう。イグアナ買いましょう。イグアナ。イグアナってなんだっけ。トカゲ。うわー、たてがみかっこいい。緑、めっちゃ緑。おはよう。 YouTube でさ、アニマルズっていうYouTube チャンネルがあるんですけれども、前も言ったっけな、カワウソ飼ってたりペンギン飼ってたり、いろんなものを飼われてて、大きいトカゲも飼われてて、そう見てる。ペンギン目的見た。私かわいそうかな。ほんまにかわいい。かわいそう。アニマルズさんすごい。カラスも飼って、まあ飼ってるっていうか保護って感じだけど、犬猫カメ、すごくない？大型トラックでミルワームたまに排出で運ぶ。うわー、9月12まで水族館休館だから、カワウソロス。
でミルワーム大量買いする人ねえ。ミルワームすごいな。いいな。動物園って白クマの可愛さに母性芽生えた。確かに可愛い。白い犬さらに可愛いのかな。おはよう。今日は暇じゃないですよ。やることいっぱい。おはよう。やばった、ダメ。どうしても食べろって言われたら頑張るけど、極力食べたくはないですね。うん、はいよ。なんかトカゲのさ、アニマルズさんが飼ってる大きいトカゲのね、尻尾がね切れてたんですけど、生えてきたんよ。はや、その生えてきたやつがさ、わ、トカゲの生えてきた尻尾ってこんな感じなんだっていう感じで、これからあの色になるのかなみたいな。楽しいんですよ、それ見るのが。ありがとう。そうそう、水族館のシロクマは位置的に人間がアザラシみたいな餌に見えるって怖い。てか、シロクマってアザラシ食べるの？ギフトを受け取れましたので1ヶ月投げとき、ありがとう。はや、なんで人間は再生しないのかな再生したいね。マジか。やだ、シロクマがアザラシ食べてるところ聞いたら想像しちゃう。でも見たら玉ねぎの実、そうなんですよ。めっちゃびっくりしてさ、それを見て、あ、ちゃんと完璧にこういう風に生えて色がつくのかなって。確かにさ、再生することは知ってたんですけど、再生の仕方までは知らなかったからさ、トカゲの尻尾の再生の仕方にびっくりした。大きいから多分さらにあれなんでしょうね。ちっちゃかったらなんかちょいスムーズなのかな、分からんけど。シロクマアザラシ食べるで検索したら引いた。え、映像あるんですか。
くまず誠一や戦う。誠一ってそんなに強いの？玄関にヤモリ住んでます。おいい家だ、守られてる。おはよう。そうそう、おはようございます。そうなんだ、東京グール感じた。グールいいよね。今靴大事でしょ。履いてない。クリオネの捕食シーン、クリオネが食べるってこと？おはよう。クリオネって何食べるんですか？プランクトン。全部大根。あー、星2とかやのやつか。検索ワード自動的に食べるが出てくるんだが、みんな調べてるんやね。 YouTube プレミアムじゃない。見てみよう。おお、クリオネって言ったら捕食シーンって出る。まだ可愛いけど。うお。クリオネって貝なんや。すごっ、すごいですよ。一回食べたらもう1年以上食事しなくてもいけるみたいな言ってるから、めちゃめちゃレアなシーンなんだ。
ばハムスター食べてる。そんなことあるんだ。めちゃめちゃ狙ってる。やばい。衝撃的。うわー。すんげえ。やばかったよ。いやー、うわー、いやー、自分から出たのに。ピクしてる、ハムちゃんが。Oh no。すごいわ。おはよう。なんかさ、大丈夫なん。なんかさ、なんて言ったらいいんだろう。カエルが何を食べるかは知らなかったですけど、なんか、なんだろう、カエルってなんだろう、ネトネト、ヌルヌルがモフモフを食べることに衝撃を受けて、モフモフがモフモフはさ、わかる。シマウマライオンとかならわかるんですけど、ヌルヌルがモフモフ食べることもあるんだってびっくりしました。おっきいカエルがハムスター食べてた。世界のでかいカエルはヘビも食べる。マジ？カエルってすごいね。カエルは異物食べると胃を出して洗う。すごい。どうやって？カエルってすごいな。すごい衝撃。なんか世界が変わった。ゲコゲコって言い出したら、うまい。 YouTube で検索すると出てくる。出てくるやろうね。 YouTube って何でもあるね。新しい世界を、うん、はあ、まあそういうもんよね、世の中。それでは
ちょっとでしたが配信ありがとうございました。今日は今日も七並べしたいと思います。ありがとう、見てくださって。それでは誕生を読みます。13位長谷川さん、12位ビーディーマンさん、11位ジュノラニカウェグレさん、10位ヒョウさん、9位中原さん、8位チーズケーキさん、7位チョコミントーさん、6位フレテラキナ22さん、5位ソリオさん、4位シャルルさん、3位ツボンユウスケさん、2位ダンディさん、そして1位はトゥルルルンちゃんユウユウさんでした。ありがとうございます。そして今日のラッキーナンバー22位はトゥルルルンちゃんマモルさんでした。ありがとう。ありがとうございます。それではまたお会いしましょう。今日も一日頑張ってください。月曜日またね。ありがとうございました。バイバーイ。ありがとう。